どうも、ゆっくり霊夢格好プ主です。マリサだぜ。前回は、毛利家にとどめを刺すべく進行。本拠地も制圧して大友家も毛利家進行。中国地方に関しては勝負ありなんだぜ。そして今回は最終回、本能寺発動させて秀吉芝居で終了しようと思う。それじゃあ状況確認と今回の作戦考えていくよ。前回は分断された新高山城制圧して終わったんだったな。毛利家からの残党も来てなくて防衛も終了してるよ。毛利家は文字城を奪われて全力で奪還中。大友家とも今外交を始めてるよ。これ以上は西に毛利家攻めしない予定だし隣接することもなさそうなんだぜ。外交終わるまで1年半ほど。まあそれまでに大友家は中国地方には来れないだろうね。そして今回の作戦。今回は秀吉と毛利家に挟まれると厄介だから本能寺前に高田城、上市城、鳥取城を制圧していこうと思う。その3つを制圧して残ってる時間にもよるが、あとは回復していくんだぜ。本能寺終わり次第秀吉に攻めていきたいからね。それに伴って花熊城、筒井城、雑賀城を本能寺発動2ヶ月前には防衛拠点に設定しようと思う。確か一気に明智家と機内あたりもイベントで吸収して確か孤立するだろうからな。攻められる前に攻めて威風強発動して終わろうと思ってる。織田家は絶賛上杉家攻めだな。頑張れば頑張るほど勝家さんが後で喜ぶね。上杉家から奪った領地は全て本能寺後柴田家のものになるからな。逆に中国地方で奪った城は秀吉のものになるから早く織田家の進行を止めたかったんだよね。その点に関しては今回かなり成功してると思うんだぜ。それじゃあ新高山城2城支配地して高田城攻め準備していこうか。高田城も地味に遠いから攻略目標設定。主力6部隊で攻めていくんだぜ。何事もなければ準備完了までカット。2ヶ月カット。兵力結構回復したし予想兵力多いけど問題ないだろう。義明が毛利家に行ったみたいだ。どんだけ毛利家好きなんだよ。高田城にほぼ集結。なんか思ったより敵部隊多いな。現状7部隊、城主部隊入れてだからこれ威風中まで粘った方がいいかも。一応後方からあと2部隊来てるんだよな。でも現在水戸や城付近、敵部隊の兵糧が持つかどうか。まあ最悪威風弱でもいいしとりあえず調整かな。何事が起きたのか。陣を構えなさい。ひたすら調整した。ぴったり威風中。高田城の戦い、兵力は相手の方が2万ほど多いな。でも高影さんと元春さんが来てないのがまだ救いかな。約半分国衆だしな。あとはマップ次第かな。マップはプレイヤー有利の中央谷の弓マップ。両サイドのケアさえできればなんとかなりそうだ。とりあえず中央は一方的に弓打てる状況にしてるから両サイドはヤバかったら退路の耐久値使っていなしていくよ。なんか両サイドが思ったより苦戦してる。兵力が多く強いのがサイドに分散してしまったからな。これなら元近さんサイドに配置しておけばよかった。ここからは退路の耐久値使いながら後方はしのいでいくんだぜ。ご命令とある。ようやく中央壊滅。これで中央に関わってた部隊フリーで動かせるな。推進さんは要所制圧、元近さんはきついところの援軍に向かおう。それでもさすがに時間かければ武勇差で徐々に有利になっていくな。国衆も多かったしね。そのままひたすら後退して戦闘、要所制圧を終わらせていった。優勢勝ちなんだぜ。中央の弓に敵部隊が最初の1部隊だけだったから結構削られてしまった。いつもみたいにもっと向かってきてくれたら楽なんだがな。勝利を叫ぶ、世に示す。高田城だけだと思ってたけどなんかでかいぞ。なんじゃと。なんですと。まさかの上市城巻き込み。ご勢力関係好転してるし大友家が含まれてたらさらに外交が早くなるね。巻き込んだ上市城めっちゃ兵力多いな。鳥取城孤立で援軍も来ないだろうし主力温存して周辺部隊だけで攻めてみようかな。
そういや西園寺家と一条家従属させれないかな。西園寺家は可能だな。火災は中世を犠牲に養老収入アップ。一条家は維新が足りてないみたいだ。長宗我部家強いのに維新がめっちゃ低いんだよね。高家の誉れあるから将軍プレイとかでも楽しそうだな。鳥取城攻め開始。織田家のポイントも余ってたから援軍呼んでるんだぜ。耐久値高いから準主力を部隊で制圧できるかどうか。結局兵糧が持たずに周辺で後退しながら攻めてるんだぜ。大友家とは無事同盟組むことができたよ。これで九州問題もしばらくは大丈夫そうだ。この城もらい受けました。鳥取城制圧。設備破壊しまくったから兵力少ない状態だろうな。縛り上げよ。ある程度城主配置変更してここからは本能寺まで待っていくから、その間軍団作って収入上げていくよ。本能寺までおよそ1年くらいなんだぜ。何事もなければ本能寺までカット。1年カット。びっくりするくらい何もなかったよ。あったことといえば上杉家が滅んだのと、うちで言うと本願寺家の固有政策発動したのと、推進が寿命間近になったくらいか。本拠地に小二段3つ建てたくらいかな。本能寺前の兵力確認。いつの間にか大友家も抜いてたのか。やっぱ兵力的にも秀吉ある程度潰せば終わりだな。最終決戦に備えて軍団も解除していくよ。思ったより貯金できてないね。武用三つ目の枠解放して兵法指南発令してみることにした。立花家編で CPU が発動してて強そうと思ってたからな。普通に星3で戦法威力倍とかヤバいよね。新武神の武芸指南も気になるところだ。本能寺発動。早速秀吉赤くなってるな。多分軍奪還で交戦判定になってるんだと思う。てかなんか秀吉の勢力小さくね。ここからイベントで一気に周辺勢力吸収していくから拡大するんだろ。明智家吸収されるはずだから、最寄りで言うと昇竜寺城で威風強発動すれば勝負がつきそうだ。気になったから細かい条件確認した。普段は確認しないんだが展開知ってるから確認してるんだぜ。来月明智家吸収されるみたい。コメントでずっと言われてた清洲会議ってこれか。ああ、これ発動しないと機内の織田家の城が秀吉に吸収されないのか。なるほど、ってことは今回秀吉もしかして、雑魚いな。それじゃあ明智家が吸収されるまで主力の城準備して待っていくよ。目標場所は適当なんだぜ。本命は昇竜寺城だよ。清洲会議が行われないからか織田家がめっちゃ攻めていってるな。え、これうちが攻める前に織田家に優勢取られるとかやめてよ。秀吉から焼き討ち。ちゃんと妨害はしてくるんだね。秀吉忖度。河野家の火災発動してから一度も災害起きてないんだけど。そういう時に限って起きないんだよな。それじゃあ無事明智家が吸収されたことだし、昇竜寺城に攻めていこうか。どうせ後で調整するからほぼ全軍出陣。まさかの織田家の対処で敵部隊集まらない模様。昇竜寺城威風強奪還ができないかもしれないな。機内吸収されなければ織田家優勢で秀吉めちゃくちゃにされるんだね。これはさすがに予想外なんだぜ。まあ集めれるだけ集めていくよ。若干だけど集まってきてはいる。威風中は発動ができそうだ。この後方に部隊が来れば威風強にできるよ。意外と集まったな。と思った矢先、多分織田家か柴田家の方に釣られていってる。城を奪いに行く。あ、もうこれ限界だな。結局後方部隊が来るまで持たなかったか。とか起きたのか。昇竜寺城の戦い。兵力差まさかの倍だな。織田家と戦った後だから兵力削れてるんだろうね。参戦部隊確認。兵力は少ないがおよその秀吉主力は集まってる感じだな。これゴリ押しで終わりそうだしカットかな。まさかの毛利家との合戦が採用されて最終合戦が採用されないとは。マップは中央コブのミニマップ。交代しながら潰していくんだぜ。うん、毛利家との方が兵力差あったしきつかった。倍の兵力差あるともはや武将の質とか関係なくなってくるからな。我が名を天下に鳴り響かせよ。
中だしこんなもんでしょうね。なんたることぞ。まさか。巻き込みは2つ。どうしようか。このまま終わってもいいけど、せっかくだしもう少しだけ攻めてみようかな。あ、武芸士なん来てるな。どんな効果か気になるんだけど。次回出陣時能力アップ。マジかよ。絶対立花家編で徳川家これ使ってるでしょ。違うところで徳川家の種明かしがされていくという。引き返します。主力はそのまま痛み城に連戦。中国地方に軍団作成したよ。早速攻めていくみたいだ。ここまでなればボッコボコだね。陣を構える。戦の始まりぞ。攻め落としたり。痛み城制圧。現状3カ所同時に攻めてる感じだ。織田家、柴田家も攻めまくってるし、秀吉何もできてないよ。城は我らのものぞ。光月城制圧。とここでも織家から6万。ああ、軍団が兵力減らしたから攻めてきたのね。けどこれに関しては四国の部隊が出陣してないから対処できるんだよね。あぞ、城を落としたぜ。闇城制圧。毛利家に攻められてるけど防衛までやると長くなるし、ここで独自エンディング発動かな。防衛できたら秀吉吸収して柴田家潰していく感じになるだろうな。清須会議が行われないと織田家が秀吉に勝ってしまいそうになるということが分かった。秀吉はイベントで戦わずして吸収していくから強いが、他が元気だと普通に潰されるってことだな。最後に兵力確認。兵力もほとんどトップに並んだな。うん、終わるにはちょうどいい頃合いなんじゃなかろうか。立花家編で溜まったストレスを発散するために始めたけど楽しかったね。序盤は三好家、中盤は毛利家と攻めていったが、毛利家優勢取った時点でぶっちゃけ消化試合感すごかったな。動画として区切りいいところまで終わらそうとすればするほど消化試合になっていくという。次回からは総選挙で選ばれた成田家編。何気に北条家編除けば関東勢力は初めてなんじゃないかな。難しそうだけど楽しみだよ。ってことで今回はここまで。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは今シリーズもご視聴ありがとうございました。